はい、みんな友字だよ。今から話すことちょっと信じがたいかもしれないけど本当の話だからね。実はね、僕重度の脳出血で右半身が全く動かなくなって、口もろくに動かせなくなったんだ。その上、女房はバカな市役所職員と私を騙し離婚届を出した。文字通り四面楚歌の状態だった。でもね、どうにかこうにか奇跡的に回復して、今こうしてみんなと話ができるんだよ。いつも僕の動画を見てくれてるみんな、本当にありがとう。もしこの動画がちょっとでも心に響いたら、ぜひ高評価を押してほしいな。あと、チャンネル登録と通知設定も忘れずによろしくね。今日は、僕がどうやって脳出血と戦ってきたか、その話をしようと思う。前回までは、本編に入る前に、講演会で私の脳出血の闘病記を講演したんだ。大筋で私の脳出血の闘病記が分かっていただけたよね。もしまだ見てないよ、という人がいれば先にご覧くださいね。今回は脳出血になって急性期病院に入りました、その1を話したいと思う。それでは、よろしく。ICU 集中治療室で目が覚めました。ICU には私ともう一人の動けない患者さんがいました。身体は右半身が全く動かず、ベッドに拘束されていたので、寝返りも打てず、なんだこれはと思いました。それに、常にすごく眠かったことを覚えています。目が覚めたり、すぐ寝たりを繰り返しているうちに、数日すると ICU から一般病棟に移りました。病室は、初めはナースステーションの近くでしたが、見てなくても良いようになってくると一番遠くなりました。ナースステーション近くの病室だった時は、私の顔が手術のために腫れていて、一目見ただけでは、私だとはわからなかったと言っていました。子供が描いた絵。小学校1年生の次男が絵を持ってきました。早く体を治したいと思います。2週間もすると頭の塗ったところを抜歯しました。この頃になると、トイレは、ベッドから車椅子までは介護を受け、トイレに座る時も介護をすればできました。看護婦さん、この病院は若くて可愛い人が多い。私がトイレで下の処理をしてもらい、紙パンツの着脱、トイレに座ること、そして尻を拭くことまで介護をしてもらいました。トイレの介護はやはり恥ずかしく、人間の尊厳が失われた感じがしました。風呂は身体を洗う時の一部や湯船での出入りなどに介護を受ければできます。西洋は爪切りなどの両手を使うもの以外のことはできたと思います。食事は、私の利き手は左なので、なんとか食べられました。1ヶ月くらいはどんどん過ぎていくので、すぐ退院できると思っていました。それにリハビリもすぐやりましたので、自分は特別に早いのだと思っていました。しかし、自立やリハビリは、どんどん患者にやらせるようにすることで、肺葉症候群という症状にならないようにしていたのです。生活保護、女房が、私の車を私の車屋の友人に売ると言いました。これは生活保護の申請をするために、車を持っていてはダメなので売るのです。私は、売っていいよと言いました。私も、いよいよ生活保護になったか。しかもこの身体、しかし、今が最低なのであとは上がるしかない。そう思ったら俄然やる気が出てきました。めちゃくちゃな頭の中、北原脳神経外科の高坂がな理学療法士や渡辺がな作業療法士は、とにかく、どっちがどっちだかわからないですが、言うことを聞いて一生懸命やろうと思いました。野山がな言語聴覚療法士にいろいろ言われた時は別にすぐ治るだろうと思っていました。こんな仕事もあるのだと、野山言語聴覚療法士が、女房、子供の名前を言ってくださいなどと変なことを言うので、馬鹿にしているのかと思い腹が立ちました。話を読むことや聞くことなどは、できたと思います。入院中は小説を読んでいましたし、会話は理解していました。しかし、話をすると違うことを言ってしまいました。小説の件も、日常会話も、お見舞いの客も全部覚えていたのですが、私が話すと、なぜか訳のわからない話をしていたことが多かったらしく、ほとんど伝わらなかったようです。その時は、それでも自分では、その話を間違っているとは思わなかった。言葉がつながらないのと言われたので、字で書いてみると、書くまではちゃんと頭の中で覚えていますが、すぐに書くとめちゃくちゃになります。じゃあ、絵で描いたら良いじゃないかと思い、絵で描いたのですが、私は正しく描いたつもりだったのですが、全然伝わりませんでした。頭の中に入った時には、正しいイメージなのですが、口に出したり、書いたり、描いたりするとめちゃくちゃになっていました。しかし、その時はめちゃくちゃなったものが、なぜか正しいと思っていました。誰に伝わらなくても、私は正しいと思って話をしました。しかし、退院後1年ぐらい経って、その時の字や絵を見てみたら、全くわかりませんでした。あの時はどういう頭の回転をしていたのでしょう。動かなくなった身体、あの時の身体の状態は、
右半身は何も感じず、まだ右の足の指ほんの1ミリ動くのと、手の人差し指も1ミリくらい動くだけだったので、少しでも動くように一生懸命にリハビリをやりました。私のことを他の人から見れば、右半身は全く動かなくなって見えたように思います。でもその時は女房や子供もよく私のところに来ていましたし、とにかく私は自分のことを頑張ってやっていればよかったのです。まだ失語症のことも知らなかったですし、知ったのは昭島病院退院後、デイケアで近所の病院で言語聴覚療法士に教えてもらいました。頭が治ってくれば自然に治るものだと思っていました。例えばトイレは漏らすことはなかったですし、ご飯も腹が空いたらそれなりに話をしたと思います。他に少しは話ができることもありました。特に仕事関係の不動産の社長や建築会社の社長などが見舞いに来るとなぜか話ができました。ただし、私の姿を見て仕事関係の不動産の社長や建築会社の社長などはあまり話をしなかったようですが、後から聞いてみると、私のことを見舞った人はもう歩くことも無理だろうし、ましてや当然働くことは無理だと思ったようです。実際そのような話を女房は北原病院の主治医の先生から、立つのも無理だと思いますし、会話ができるのも簡単なこと以外は無理だと思いますと聞いていました。私がうとうとと仮眠している時、私の枕元で女房が見舞い客かなんかに話しているのを聞いたことがありました。しかし私は必ず治ると思っていました。続きます。この経験が脳卒中で苦しんでる人やその家族に少しでも希望を与えられたらなと心から願ってるんだ。僕の話がみんなの心に少しでも届いて健康や希望のためになれば、それほど嬉しいことはないよ。脳出血は本当に厳しい病気だよ。でもこの動画を通じて新しい可能性や、どんな時でも希望を持ち続けることの大切さを伝えられたら、と思ってる。次回の動画も、みんなにとって価値ある情報を届けられるように頑張るから、期待しててくれたら嬉しいな。ただ、一つだけ忘れないでほしいのは、脳出血に関する効果は人それぞれだってこと。僕の体験が全ての人に当てはまるとは限らないからね。でもね、この闘病記を通じて、絶望してた人たちが感動したり、勇気づけられたりした例がたくさんあるんだ。脳出血についてもっと知りたいって人がいたら、ぜひ概要欄をチェックしてみてくれ。あと、がんやリュウマチなどの万病に効くつるにんじんに関する動画もあるから、そちらも見てみてね。この動画が良かったと思ったら、ぜひ高評価をお願いします。チャンネル登録と通知設定もしてくれたら、もう本当にありがたい。心から感謝してるよ。それでは、また次回、会えるのを楽しみにしてるよ。バイバイ。